世間評価低いけど俺はそうは思わない選手は、佐々木ですね、うん、佐々木は使い方が悪いだけっていう。それは何、ワールドカップで連れてってどうかっていうのは分かんないけど、3バックの一角で使ったり4バックの時に上がらない方のこっち側で、うん、こういう形を作ってあげたら、そうこの間言ったけど、原口、春、佐々木、ここの間を誰かが使うでいいじゃんっていうね。なんで佐々木がずっとこう上がってんのっていう。で、佐々木も言えないからね、そんなこと。森保さん、これ僕向いてないんだよ、みたいな。遠藤航がいたら佐々木の問題とか選手間の修正で解決すると思いますか？いや、したえなかったんで、実際に、佐々木が来てて、フルメンみたいな試合でも。だし、佐々木のその部分は問題だと思ってないみたいな、普通になんかこう、長友に比べて佐々木はまだまだだなぐらいに思ってるんじゃないですかね。皆さん。